大阪市会は大阪府の府庁所在地である大阪市の議会。1889年の市政施行に伴って議決機関として大阪市会を設置した経緯から地方自治法改正により市会を市議会と解消した後も市会と称している。長きにわたり自由民主党系の会派が議会最大勢力であったが、 大阪府知事の橋本徹が率いる大阪維新の会が過半数の議席を目指して候補者を大量に王立を表明。若手、中堅を中心に12名の市議が自民党を離党し維新の会へ入党した。2011年の市議選では自民、民主が大きく議席を減らしたものの維新の会は過半数の議席を獲得することはできなかった。 2013年12月、司会議長であった、ビ BNA エオエットが不祥事の攻めを問われて、議長辞任に追い込まれた。同月17日、ビノベの後継議長の選出選挙が行われた。それまで、司会議長は、比較第一党の議員が選ばれるというのが、条例であったが、今回は、第一党である、大阪維新の会以外の、全会派が、維新の議長候補者に投票せず、 比較第三党の自民党の候補者に投票した。その結果、自民党議員の木下義信が新議長に選出された。また、翌年5月末の議長選出選挙でも、同様に、維新以外の会派の結束により自民党から床田正勝が選出された。大阪都構想が争点となった2015年の第18回統一地方選挙では、 と構想推進派の大阪維新の会が大きく議席を獲得し民主党は全議席を失い大敗した。自民共産は微増。民社協会所属で連合大阪推薦で初当選した福田武博が自民党会派に入会。2016年4月元民主党で連合大阪推薦の森山貞次市議が会派大阪未来を離脱し 自民党会派に移籍。これにより自民党会派は、司会、第二会派となった。定数が86から83に変更された2019年の第19回統一地方選挙では、自民、公明、共産が議席を減らす中で、大阪維新の会が、公示前の35議席を上回る40議席を獲得。 立憲民主党など、その他の政党は議席を獲得できなかった。2020年8月には、共産党と、旧民主党系が合同して、統一新会派、共産、市民を結成したが、その後解消。2021年には、自由民主党所属の市議3人が、自民党会派を離れて、旧民主系の市議2人と新会派、自由民主党、市民とつながる。 暮らしが第一大阪市会議員団を結成した。市会は大阪市役所の7階、8階、屋上1階にある。2021年5月現在、大阪維新の会、公明党の2階派が市政与党である。大阪市会の選挙制度は、各行政区を選挙区とする抽選挙区制である。以下の表は、2019年の任期満了に伴う。 大阪市議会議員選挙に当選した議員全員であるが口実の通り辞任に伴う補欠選挙が行われた。東淀川区選出の森島忠氏は第49回衆議院議員総選挙に出馬するため辞任した。これに伴う大阪市議会議員東淀川区選挙区補欠選挙が総選挙と同じ2021年10月31日に 投開票され、日本維新の会公認の橋本雅人が初当選した。橋本は、大阪維新の会大阪市会議員団に所属することになった。大阪市会は、大阪市市政大阪市会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の、特例に関する条例、2016年10月閲覧により、 平成29年3月31日まで上記の額に減額されている。地方自治法改正後のみ記載。突起なき場合、歴代議長、副議長による。ありがとうございます。